こんばんは。もものものチャンネル運営の中の人です。今日もね、ちょっとハンニャとレオのこの絵を描くのに時間がかかってしまって、もうコメントを入れるのがめんどくさいので声でやっていきたいと思います。で、今回は今日10時ぐらいに発表されたベイビーミーの新コレクションを一緒に見てって、まあ何買うか相談したいと思います。それでは一つ一つ見ていきます。で、発売日はフーミーのコレクションよりも後で9月28日発売されます。フーミーの新コレクションの方は後でじゃない、もう動画出してるのでそちらを見てください。で、更新事項があったので概要欄に更新事項を書いておきました。そしてこの動画の後半に、まあ、ちょっとね、風味についても触れていこうと思うので最後までご覧ください。で、もう見えてますね。ニュアンスカラーシャドウに新色が登場するということで、全4色新色で、真ん中のモロッカンブラウンが定番化っていう感じですね。左からヌードピンク、こちらが既存のなんだっけな、私も持ってるネイルピンクとちょっと似てるんだけど、ちょっとインスタライブで確認しないといけないですね。このアイシャドウね、私超お気に入りで、既存5色と限定色2色が出てるんですけど、限定色がね、このヌードピンクに似てる色とモロカンブラウンで、この2つはね、まあいいかなと思ったんですけど、他の既存色はコーラルピンク以外は全部持ってます。本当に1000円しないアイシャドウなんですけど、もうクオリティ高くて、でとても目のくすみに合うんですよね。なんか他のアイシャドウってちょっと下のベースをしっかりしないと綺麗に塗れなかったりするんですが、このベイビーミーのアイシャドウはなんかくすみと合わさっていい感じの色合いが出るので、私は去年の冬はめちゃめちゃ使ってました。今年のね、春夏は結構デパコスを使っちゃったんだけど、本当ベイビーミーはデパコスに負けないぐらいのクオリティなので、ぜひ検討してみてください。で、新色の色なんですが、右側の2つ、ピオニーピンクというちょっと蛍光ピンクっていう色と、あとピスタチオグリーンっていうのがウェブ限定になります。で、私はもう当然この2つ買うんですけれども、なんか今回全体的に雰囲気が変わって驚いてます。なんかベイビーミーって最初登場した時、なんだろう、ちょっとモード系っていうかエッチーな感じの、なんて言うんだろう、レトロ個性派みたいな感じの雰囲気だったんですけど、今回からなんかね、なんか鼻かんむりしてるし、ふわっと女の子感あるんだけど、ちょっとポップな色っていうので路線変えてきたなっていう感じです。私はちょっと、あ、多分全部買うな。モロッカンブラウン、ブラウンちょっとねあんま使わないんだけど、この既存色でボルドーブラウン、合ってるかな、ここにあるんでね、合ってた、ボルドーブラウンっていうちょっと赤茶色のアイシャドウがあって、最初ブラウン使わないからと思って買わなかったんですけど、すごいね可愛かったんですよね。で、目につけるとボルドーブラウンでブラウンかなって思うんですけど、薄くつけるとちょっとピンクっぽい感じに仕上がって面白いので、ちょっとブラウンあんま興味ないけど試してみようかなとも思います。皆さんやっぱりピスタチオグリーンが気になりますかね。お次はニュアンスカラーマスカラの春色です。アガットピンクとポピーピンクという色で、どちらもピンク系が発売されます。既存色は結構オレンジ寄りで、あとモスブラウンというちょっと緑っぽいのだったので、甘めの色が発売されましたね。で、こちらのマスカラ結構私は好きで、この2ウェイのブラシになってるんですよ。ちょっと絵の方では長い毛の方が見えるようになってるんですけど、ちょっとね90度回転させると短い毛になって、なんて言うんだろうな、クロス字に、上から見るとクロス字になってるんですよ。で、短い毛の方だとボリュームアップができて、長い毛の方で使うとセパレート&カールという風な2ウェイブラシになってます。私は結構、なんて言うんだろう、セパレートカールって言っても
全体的にボリュームアップっていう感じに私のまつげだとなります。このマスカラはフーミーのマスカラよりも結構ボリュームが出るので、なんて言うんだろう、ちょっとまつげをバサッとさせたいときは私はフーミーの方じゃなくてこっちのベイビーミーのマスカラを使うことが多いです。ただベイビーミーもフーミーの時と一緒でカラーマスカラになるとちょっと時間が経つと白っぽくなるんですよね。そこがちょっとおすすめしづらいところあるんですけど、でも結構カラーマスカラいろんなところ試しましたが白っぽくならないところがあんまりないんですよね。だからカラーマスカラ特有のことなのかなと、まあ、半分諦めてます。まあ、ボリュームが風味より出るって言ったんですけど、ボリュームなんかちょっとギャルっぽくはなるかなとは思います。なんか美人系でいくならフーミーをおすすめしますが、まあ逆に 色は違うとなんか変わるとかあるのかな、わかんないけど、まあとりあえず私は全部買いますので、レビューを見たい方は9月28日待たせたら10月の初めぐらいな、いやだ、まあそうですね、買ったら出しますのでお楽しみにしてください。はい、ベイビーミーはこんな感じです。私はあのニュアンスなんだこれここにあるんだよね、ニュアンスカラーライナーとライナーがあるんですよ、ベイビーミーの。てかあ、ベイビーミーってアイシャドウとマスカラとライナーしかないんですけど、このアイライナーがめちゃくちゃ良くて、私もう何色だ、5本持ってるのかな、全部で5色あるんですけど、私は4色、アマランスピンク以外を持ってて、でなんで5本になってるかっていうと、グラスグリーンという緑色のねカーキっぽいライナーがあるんですけど、それを使いまくって2本目一応まだね1本目使えるので残してあるんですけど、もう2本目ストックとして用意してあります。なので5本持ってます。本当にねこのライナーは使いやすいし、あのちょっとねもう使いすぎると中身がねちょっと溶けかかっちゃってつけにくいんだけど、ほんと最初の方硬い時はめちゃくちゃあの跳ね上げラインといいますか、あのカラーライナーとして使う、全然 なんて言おうとしたんだっけ、もう疲れてます、まあ、とにかくあのライナーとしてね使うのがおすすめっていうか、まあ、カラーライナーだから、まあ、そうなんだけど、ああゴタゴタだ、まあ、私がよく使うのは、下まつげのラインに塗るっていうのと、あとさっきからずっと言っているそのカラーライナーで跳ね上げっていうのがおすすめです。で色はグラスグリーンがおすすめです。これ買った時にね一緒に紹介し、メイクと一緒に紹介すると思うので楽しみにしてください。まあ、ベイビーミーはこんなところですね。個人的にはねさっきも言ったけど、なんかモード系のベイビーミーがこんなふわっとした可愛い感じでいかれると、なんかフーミーとあまり差別化ができていないんじゃないかと思ってしまうのですが、まあ路線変更ということですかね。でフーミーの話に行きたいと思います。先ほども言った通り、フーミーの方は別で動画を出しているので、そちらをご覧にいただければと思うのですが、ちょっと今回の情報開示で変更点というか訂正というか、そうですね、訂正がありまして、訂正部分だけね話したいと思います。まずハイライトパウダー、こちらリニューマル前と同じなら1980円だったんですけど、リニューアル後はこれ見たの通り2色セットになりましたので、ちょっとお値段が高くなって税込み2200円となります。で、青の方はね、ピンクの方、青ピンクの方はシルキーブルーではなくミルキーブルーですね。完全に私のインスタライブの聞き取り間違いだと思われます。ミルキーブルーです、訂正します。でハイライトパウダー、私は多分ミルキーブルーの方を買おうかなと、言っときますね、フーミーは全部買います、全部買うんですけど、ちょっと多分使わない色があるとなんかコスメがかわいそうなので、あの全部買うって言っても、例えばハイライトパウダーだったら
ハイライトパウダーだったらどっちかとかそういう感じで買うと思いますが、私はミルキーブルーの方を買おうかなと思ってます。ただイエローシフォンの方もなんか使いやすいかなとは思うんですよね。でも肌に合うのはピンクの方かなと思うので、私は右ミルキーブルーを買うと思います。お次はロケペンアイブロウですね。こちら価格分かんなかったんですけど今日開示されまして、今日ってかちょっと前のインスタ、まあ、それはどうでもいいんだ、とりあえず2200円だそうです。ちょっとお高めですね。お高めなんですけど、まあリキッドとパウダーとペンシルがついてるならこのぐらいの値段でもいいかなと思いますね。色は3色でモカブラウンとミルクブラウンとセビアブラウンですね。で色は3つでこういう風に分かれてるんですけど、インスタライブによるとリキッドとパウダーとペンシルの色が微妙に変わっているらしくて、セビアブラウンでっても1色ではないという面白い仕様になっております。多分スウォッチとかはね公式のそのインスタライブとかで出してくれると思うのでそちらをご覧ください。私はただこれを紹介してみんな何買うっていう動画出してるだけなので、皆さん何買います？私とりあえずなんか無難にセピアブラウン行こうかなと思ったんだけど、ちょっと最近茶髪にしてみたんでモカブラウンかミルクブラウンにしてみようかなっていう感じです。ただ私は剛毛なのであんまり眉メイクはしないんですよね。だから一色だけで買おうかなと思うんですけど、皆さん何色買います？地毛によるよね。ちょっと教えてほしいです。皆さんなんかちょっと暗めの茶髪だったら何を買えばいいんですか、教えてください。次も眉ですね。アイブロウパウダー、こちらが色が分かりまして、真ん中がベーシックブラウンで右がロゼブラウンです。でなんかパウダーの部分に丸く違う色が書いてあるんですけど、最初この下の四角の色で書いて出したんですけど、ウェブの写真を見るとこの丸の色になってたので実物はこっちの色に近いんじゃないかなと思います。私はインスタライブのね、映像を見てちょっと色をやってみたんだけど、ウェブの商品の写真ではこんな感じの色なので、まあ私の絵を見ずに直接公式のねリンク貼っとくんで、そちらの画像を見ていただいて判断してほしいんですけど、はい、もうちょっとねロゼブラウンとシナモンブラウン、なんかちょっと薄いよなと思うんだけどどうなんだろうね。でベーシックブラウンは私持っていて、こちら新色として発売されるんですけど、なんかディズニーコラボ、ディズニーストアとの共同企画の時に青パケで発売されたのにこのベーシックブラウンっていうのがあって、そちらもね動画に出して装置とかねしてあるので、ベーシックブラウンの色味を見たい人は過去の動画をリンク貼っとくので見てください。で眉なんだけれども、このベーシックブラウンとシナモンブラウンがこちら限定色になります。限定色といってもウェブ限定だったかな。でロゼブラウンが確か定番というか普通に店頭で買える色になるんだと思います。合ってます、はい、ロゼブラウンだけが店頭でも発売で他はウェブ限定色になります。最後の訂正はマルチマスカラになります。こちらまあ訂正って言ってもね色味が分かりましたっていう感じなんだけど、お値段はね1650円でした。で左側の色がディープピンクというお色になります。でインスタライブのね装置を見た限り、あと他のねインスタの写真を見る限りほぼ明るいブラウンっていう感じなんだよね。でなんか私結構その髪は染めても眉毛は染めてないので結構暗めの黒なんでちょっと明るすぎるんじゃないかなとは思うんだけれども、ちょっとね分かんないからどっちも買ってみようかなと思います。いやね眉毛はね和気が分からなくてね困ってるんですよね。一応フーミーのアイブロウパウダーとねブラシは持ってるんだけど、もう眉毛が濃いのでちょっとねとりあえず勉強します。なのでどっちも買おうかなと思います。
皆さん何買います？あの前の動画でもいろいろねコメントをくださったんですけど、なんかまたベビーミーも出てお買い物リストが変更になりましたか？いろいろ教えてください。あとそのなんだろうな、おすすめてか、どれ買ったらいいか分かんないので、アイブロウ系はあのとにかく暗めの茶髪に合うのはどれ色なんでしょうか？なんか教えてください。はい、こんな感じです。もう寝ます。はい、以上です。